浜田雅俊が不倫をフライデーされた相手は妻である小川夏美にそっくりな吉川舞子だった。コーヒーを自分の帽子にこぼしてしまったが、マスクをしながら全然コーヒー臭くないと興奮していた。煽れマスクどっかやったと大騒ぎをする浜田雅俊の顔にはしっかりマスクがついていた。後輩に車のボンネットに忘れ物をしたから取りに行けと伝えると、すみませんダッシュボードですかと聞き返された。ちなみにミスを指摘してきた後輩に対して、お前絶対に言うなよこらと理不尽にキレている。後輩とカラオケに行った浜田雅俊はこのストローを吸えへんと騒いだが、ずっと吸っていたのはマドラーだった。浜田雅俊は小樽のオレンジというラーメン屋を探してくれと頼んだが、全く見つからず地元民に聞いてみるとみかんという名前だった。ビールの CM で雑味なしうまみありというフレーズを、うまみなしと満面の笑みで言い放っている。